En serio. マジで。チャンネルアラー。はい、どうもチャンネルアラです。はい、今回は僕がずっとハマってるんですけども、新日本プロレスに潜入したいと思います。僕のチームメイトであるベアナックルの翔吾くんが最近ハマってるということでね、お誘いしました。翔吾くんとね、一緒に行って新日本プロレスをハマった人が初めて後楽園ホールで見て、その後に感想を聞きたいと思います。後楽園ホールの中だったらね、撮影できないんで、その前後を撮りたいと思います。はい、なんで皆さんぜひお楽しみください。今回は翔吾くんです。のんびりポリポリ来ました。来ました。ちょっとあれでしょ、チャンネルアロでしょ。やめてよ。え、ちょっとやめてよ。ちょっとここやるしかないじゃん、今ここやるしかないじゃん。さすが。ちょっとやめてよ。ごめんなさい、ごめんなさい。早くない？ごめんなさい、さすがすぎます。ちょっと待って、あら、これ早くない？逆に言うよ、もうほんとトランキーロ焦んなよ。これ言うよ、一応やっぱりトランキーロ焦んなよ。めちゃくちゃ面白い。言っちゃうよ。ちょっと待ってください。準備してました、すでに。あ、そう、本当に意味ないから恥ずかしいよ、俺もう満々できちゃってるから。ちょっとやめてよ。ちょっと待ってください。これ内藤哲也選手の、あ、そうです、内藤哲也 GP とインターコンチネンタルの取った時の2冠記念 T シャツはもうすぐネットで買いました。ちょっとね、今日内藤哲也選手のもう、あ、そうなんですね。まあでもやっぱりね、これ着てやっぱいかないな。素晴らしいです、ありがとうございます。ちょっと時間がないんで早速行きますか。あっちですよ水道橋から歩くとこんな感じなんですよ。いや、すごいね。俺本当にやばくないですか？初めてですよね。初めて。もうめちゃめちゃ、まあ、興奮しかしてないよ。本当に興奮しかしてない。それわかるでしょ、これ着てるから。あ、わかりました。はい、ひろさん、ちょっとここがやばいんですよ。いや、ほんとね、いろんな書き込みがあるんですよ。なるほどね。で、こうなってるんですよ。わー、渋い。いや、すごいね。で、こっから5階に行かないといけないんですよね。結構だいたいあるんですよ。コロナの対策なんで、今、うん、エレベーター使えないんですけど、うん、まあ、ここを見ながら味わっていくっていう本番まで、はい、やばいね、これから。じゃあ行きましょう。翔さん、緊張するよ。俺涼しくなってきましたね。緊張します。ここでサムグラフィーを受けてください。じゃあちょっと先に、はい、サムグラフィーを受けないといけないです。僕も受けてきます。入るまでやっぱ辛かったですね。長かったですね。長かったけどね、はい、いやー、来たね。どうですか、どうですか、プロスプね、やっぱ生じゃない？面白いですよね。いや、そうなんですよ、ね。やっぱね、プロレスファンになってから初めてですけど、はいはい、どう思います？今心境的に。心境的にはやっぱりね、はい、ライバル団体が気になってるって感じですかね。やっぱりどっちかといえばね。ロスインゴじゃないですか。ロスインゴじゃないですか。ちょっとバレットクラブだったらちょっとピリッとしちゃう。そうですね。あっちもちょっとチラッと見てくる、ね。まあそうですよね。あ、見てくる。こっから多分撮影禁止になっちゃうんで、はい、最後になんか一言あればお願いします。プロス、イコベルダプロレスで。あ、これバレットクラブだった。
終わりました。どうでした、初めての観戦。全部予想外れました。全部今回外れたから。なんか予想立ててたんですよね、2人で。そう、あそこでこう取られて、はい、こう取るんじゃないかとか、全部外れるか、28、20万いかないけど、同じで、ブラス人生なのよ。と言ってましたよね、また。ブラス人生だと思ってハマったんですよ。ブラス人生なのね、結局。で、今回、あの2人で行った席が、一番後ろだったじゃないですか。俺のね、多分頭の上に、ワールドプレスリーのキャメラマンがここにいるから絶対ここを見てくれるから何回も手を出して、何回も手を出してね。そう、あの絶対見てくれる。南側の一番後ろの真ん中だったんですよ、僕たち。ここに誰だった？ここにあったら俺だから絶対見てるんだね。無駄に手振ってましたもんね。手振ったし、あったし、やったね。矢野徹もやっ、声出せないからね。声は出せない。矢野さんが最後ね、歌って僕が推してるルシーさん、ルシー、いやー、一本取られたね。ルシー、矢野さんの店行って怒りに行かないといけますよね。いるのかどうか分かんないですけど、取れるかどうか分かんないですけど。ちょっと行ってみます。行ってみましょうか。これうちらはロスイングルじゃったけど、矢野さんいるのかなと思うんですけど、これ YouTube も撮れるか分かんないんで、すごいさっきぐらいだからね、本当に終わったんですけど、さっき終わったんですけど、いるかどうか分かんないですけど、あの、はい、お願いします。ピュース来ました。素晴らしい。